グッドモーニング YouTube。今日は近畿大学吉田先生によります。あんまり、マイトラクリップ的な MTR ですかね。パスカルというデバイスらしいんですが、それに向かないような DMR の患者さんにエッジトゥエッジリペアをしてみたというような報告です。お願いします。よろしくお願いします。今日は一次性 MR の、エッジとエッジリペアの話になります。パスカルっていう、普段、多分一番馴染みあるのがマイトラクリップですけれども、ちょっと日本では使われてないパスカル、エドワーズから出ている、商品を使用した、報告になります。で、少し解剖学的にはあまりそのエッジとエッジリペアに向かないような、僧帽弁に対して治療を行っていて、成功率は90%を超えていて、MR の改善だったり、EHA の改善につながっているという、まだ半年の報告ですけれども、で一方で有害事象は一応15%程度にとどめているというふうなのが、今回のメインの結論になります。エベレスト2トライアル、有名だと思いますけれども、もともとこれはマイトラクリップと外科手術を比較したもので、2013年に報告されているものです。で、対象は主に一次性の有症候性重症の MR が対象となっていて、クリップとオペ、開胸のオペを比較したものですけれども、48ヶ月というところで MR 自体は、2軍間で、同程度改善得られていて、生存率に関しては2軍間で有意差がないというふうな一方で、やはり再手術、MR の残存に対する再手術っていうところに関して言うと、クリップがどうしても多いというふうな結果になっています。なので、やっぱり低リスクの症例、手術期リスクが低い症例は手術が第一選択となりますが、ただ手術リスクが高い人に関しては、弁膜症チームで十分に議論した上で、クリップ治療をやったらいいんじゃないかというふうなのが、こういうのをもとに、言われていて、ガイドラインではアメリカだと、手術リスクが高い症例の H と HA リペアはクラス 2A、ヨーロッパになると 2B というふうな適用になってきています。これ、手術リスクっていうのは STS で評価していいですか？わで、いいと思います。かりました。これ、エベレストっていうのは、心不全再入院に関しては比較してないんでしたっけ？確かされて、後ろでされてたと思います。ごめんなさい、私が今回出さなかったですけれども。それも同程度。そこら辺、予後に関しては同程度。で、やっぱりその、なんていうんですか、再手術っていうところが、ここですね。が、どうしても増えちゃうんだね。増えちゃうっていうのがあるので、低リスクに関しては、やっぱり手術には勝てないっていうところです。で、日本のガイドラインはやっぱり明記、一次性 MR に関しては明記されてないですけど、手術リスクが高い症例だったら、形態的に問題なければ適用となる場合があるので、チームで議論をっていうところに留められているかと思います。で、ガイドライン見てみると、これ日準のガイドラインですけれども、やっぱり適用の中に一つ僧帽弁の形態っていうところが入ってきます。で、不適切な症例として、こう記載されているようなところあって、切開化だったり、裂隙、いわゆるクレフトって言われるものだったり、複数箇所からの MRZ とは可動制限だったり、弁線、好線長の、長さが短かったり、弁孔面積が小さいものっていうところは、クリップ不適切な症例としてガイドラインにも挙げられていますけれども、実際いろんな報告からも、クリップのやりやすさというか適性っていうところは、いろんな本だったり、論文だったりでも報告されていて、一般的にはやっぱり A2、P2 からのセントラルジェットが一番適していて、切開化がなくて、弁孔面積は4を超えていて、で、好線長は10ミリを超えている。で、ここにあるように、テンティングハイとコアプテーションデプスが10ミリ以下のものだったり、コアプテーションレングスが2ミリ超えるものだったり、あるいは、一次性 MR に関して言うと、フレイルギャップが10ミリを切るもので、フレイルウィズスが15ミリ未満のものっていうのが、一番適しているというふうに言われています。これ、パスカルっていうのも、クリップみたいな形状はしてるってことですね。はい。また多少違うんですけど、後でお出しします。
で、エベレストとまた違う報告です。TSACC-TVT レジストリーというのが、これもアメリカからの報告なんですけれども、こちらは、マイトラクリップの報告で、マイトラクリップすることで、MR のグレード2以下にの、成功率っていうのは90%超えているんですけれども、エベレストだと死亡率、1年死亡率6%程度っていうところに対して、このレジストリーだと20%っていうところになっていて、結構割合として多いんですけれども、このレジストリーの、特徴というところに言うと、まあ、DMR が85%ですけど、M 弁のエリアが4切ってるものが20%だったり、弁性の、石灰化があるものが18%、あるいは稜線逸脱が11%といって、割合、そのさっき示したような、あんまり適さない症例っていうのも結構含まれてるっていうところが、まあ、少し結果、あまり良くない結果にもつながっているのかなというところがあって。そもそも DMR っていうのは基本的にはオペは推奨されていて、エッジトゥエッジリペアっていうのはあんまり向かないという理解でいいですか？やっぱり手術リスクが低い症例、手術期のリスクが低い症例は、開胸がいいとはされています。それなはのつで、まり DMR にしろ、ファンクショナル MR、FMR にしろ、まあ、手術、あくまで手術リスクがポそうイですね。ント。うん、はい。はい。で、さっき出てきたエベレストで除外されているのが、この1個前の STS レジストリの、ここら辺、あ、ごめんなさい。ちょっとめっちゃくちゃぐちゃぐちゃになります。ちょっと戻ります。ここですね、登録基準で除外されているものが、やっぱりそのクリップやりづらい症例っていうのが、エベレストあくまで除外された上での結果っていうところで、わりかしいい結果が得られていたっていうところがあります。っていうのが、1個前の STS レジストリとは違うところかなっていうのがあって、ただ一方でですね、そのエベレストのその基準を満たすもの、満たさないものっていうので比較された報告もあって、ちょっと見にくいんですけど、左側が、エベレスト、まあ、なので、クリップに完全に適した症例のみを、にクリップをしたものと、満たさない項目を含んだものを比較した報告になるんですけれども、まあ、1年とかで見ると、いわゆるその治療直後っていうところで見ると、MR の改善だったり、NYHA の改善、あるいは、予後っていうところには、有意差がないので、まだまだその、まあ、どういうその形態が複雑な症例に対してのクリップっていうところに関して言うと、まだ報告が明確になってないっていうところが現状としてあります。っていうので、今回、複雑な僧帽弁の解剖学的構造を持つ、DMR 症例に対して、パスカルシステムを用いた、マイトラルバルブのエッジトゥエッジリペア MTTR を施行して、6ヶ月までの早期結果を報告することを目的としています。で、これがパスカルの、まあ、写真というか絵になるんですけれども、まあ、これホームページから撮ってるんですけど、ここに便箋を挟むっていう風な形になります。マイトラクリップは V の字、完全に V の字なんですけど、多少ちょっと形状が違うかなっていうところです。で、パスカルとマイトラクリップ比較した報告もあって、で、まあ、1年報告になるんですけれども、MR の改善率だったり、生存率、あるいは、有害事象に関しては、2群間では有意差がないっていうところが報告されていて、まあ、欧米が一番、ドイツが特に一番使われてるんですけれども、アメリカも使われるようになってきているような現状です。これ日本ではいつ、まあ、今後使えるようになるんですかね。と思いますけど、今のところまだ入ってうん。こないっていうところみたいで、ちょっとこの前エドワーズさん聞いてみたんですけど、いつとかいうのは全然アメリカに行って始まりましたっていうぐらいなんで、まだだと思います。症例の成功率っていうのも、これは左じゃないな。変わりはな今さ。回また出しますけど、だいたい9割ぐらい。どっちも。そうですね、そこはさ、なしっていう形で主義時間とかっていうのも後で出してくれる？それ出はしこます。れ。うん、はい。ただ今回ですね、その何かの比較っていうわけじゃないので、ちょっと比較っていうところになると難しいんですけど、
今回は、前向きのマルチセンター、マルチナショナルシングルアームレジストリーになります。で、有症候性の DMR で手術リスクが高くって、僧帽弁の解剖学的構造が複雑で、あまりクリップに向かないような症例というところが対象になっています。で、18歳以上で、3度以上の DMR。で、EF は20%以上、LVDD は80ミリ未満以下っていうところが対象となっています。まあ、除外基準はエコーの評価が不十分だったり、他の右室機能障害、心内腫瘤だったり、まあ、より重症な心不全、あるいは冠動脈病変などがあるものは除外されています。で、今回評価されている主要な有害事象としては、心血管腫、脳卒中、心筋梗塞、心筋の靭帯体療法、では出血イベント、僧帽弁の、再インターベンションというところが評価されています。で、対象となるような僧帽弁のその解剖学的特徴ですけれども、一番この左側がクリップに向いているとされているところで、このちょっとチャレンジングだったり複雑っていうところに入るような、グラスピングエリアのモデシビの切開化だったり、稜線逸脱、あるいは複数の弁線の逸脱で、グラスピングエリアのクレフトだったり、穿孔があるもの、あるいは、弁線長8ミリ切るものだったり、2箇所以上の複数の MRZ があるものと、MVA が4切るものっていうところが含まれています。で、2019年の4月から2021年の12月まで、合計35施設で98症例が、登録されていて、6ヶ月フォローできたのが9割の87症例になります。だいたい中央値で1.3年のフォローになっています。今回はオペっていう選択肢はなかったんですかね。一応、その手術リスクが非常に高い症例っていうのが対象になっているので、まあ、手術はなかなか手が出しづらいようなっていう症人例。に限ってんですね。はい。で、患者背景、ちょっと小さいのでまとめたものになりますけれども、平均年齢80歳で男性が6割、で、NYHA 3度以上が約70%を占めています。平均の弁孔面積は5.6、で、ミーのグラディエントは2.5でした。併存疾患としては高血圧が一番多くて8割程度で、F が70%程度、あとは CKD が40%程度と、冠動脈疾患も40%程度というところでした。STS スコアとしては、MV リペアで4.6%、リプレイスメントで6.6%というような STS スコアになっなんていかあんまり STS スコア高くない印象ですけます。そど。うなんですよね。なんか、まあいい。そのどこでカットオフかけたかっていうところまでは明記されてないんですけど、ただ一応まあその、平均年齢はかなり高いですかね。そうですね。なので、まあなかなかその手術に行きづらいっていうところがあるのかもしれないはい。です。で、僧帽弁の解剖学的特徴っていうところになりますけど、フレイル症例、フレイル、まあプロラプスの中でもより腱索断裂して弁線が、なんていうんですかね、稼働しちゃっているもの、フレイルって言うんですけど、それがまあ8割以上を占めているというような状況でした。で、最も多いのが、MRZ が2箇所以上吹いているもので37%。あとは、まあ、ここに記載している通りで、稜線逸脱だったり、複数の弁線があるものだったり、MVA が4切っているもの。あとは、フレイルギャップとかフレイルウィズスが大きいものっていう順に、まあ、な特徴がありました。で、これらのうち2つ、を含んでいるものが、15例、15%あって、一番多い2つの組み合わせとしては、ジェットが2箇所以上あるものと、稜線逸脱、または、複数の弁線の逸脱を認めるものっていう組み合わせが、まあ、一番多いという形態的な特徴になりました。手技の結果ですけれども、成功率は今回93%。まあ、一応成功の基準としては MR のグレードが2以下というところになってますけれども、90%を超えている。で、手技時間としては111分なんで2時間弱というところですかね。デバイスタイムは80分程度というふうな結果で、やっぱり多少その弁線の形状が悪いというところで、通常よりも手技時間は長くなっているんじゃないかというふうに考えられていました。で、うまくいかなかった症例、まあ、7例あるんですけれども、
そのうちそのデバイスの展開ができなかった症例だったり、便箋の破裂が困難だった症例、あるいは掴んだ時の、MS が生じた症例だったり、MR の減少が不十分だった症例がありました。で、うち1人はマイトラクリップの治療に移行しているというふうな結果になっています。これは、全身麻酔ですか？全身麻酔ですね。軽食多分使うので。はい。で、2つさっき、僧帽弁のその形態、複雑な形態、2つ組み合わせている症例において15例いたんですけど、そのうち14例が手技成功しているという、複数あっても成功率はそんなに悪くないというふうな結果になっています。と合併症安全性というところに関して言うと、心血管支、脳卒中、MI、あとは腎代替療法だったり、僧帽弁の再治療っていうところに関しては全部1例ずつっていうところで、脳卒中と心血管支は同一患者で起きているっていうところと、虚血はもともと冠動脈狭窄が指摘されている症例だったり、腎の代替療法ももともと CKD がある症例に起きています。一番多いものとしてはやはり出血っていうところで、2例がデバイス関連によるもので、僧帽弁の再建術に伴う術後の貧血、あるいは腺腫部出血っていうところと、4例は処置関連っていうところで、これ多分軽食に由来するものだと思うんですけど、消化管出血、食道破裂、口内咽頭出血っていうところがありました。あと1例はちょっと原因がわからないというふうな結果で、再治療に、この1例再治療に関しては、SLDN、シングルリーフレットデバイスアタッチメントっていう、1個は、なんていうんですかね、便箋が外れてしまうのが、あって、それはマイトラクリップに移行しています。で、メジャーアドバンスイベントとしては、6ヶ月時点で14.3%起きていて、多くが出血がここに含まれています。で、6ヶ月間では SLDA の発生率は2%。で、ただ、パスカルデバイスによる便箋の先行だったり、側線形成は報告、ごめんなさい、報告はありませんでした。で、クリニカルイベントとして、全死亡、心血管支、心不全入院に関して見てますけれども、6ヶ月時点での死亡率は6.1%で、うち5%が心血管支で、心不全再入率は6ヶ月時点で7%というふうな結果になっていました。MR の改善に関しては、9割が、6ヶ月時点で、2度以下ですね、マイルド以下に収まっています。で、ミンのグラディエントに関しては、プレの時点の平均が2.5で、6ヶ月時点は4.4で、一応5未満に収まっているので、MS、重度の MS 引き起こすことなく、MR の改善を得られているというふうな結果になっていました。かなり良さそうですよね。そうですね、いい結果が得られているかと思います。と NYHA だったり KCCQ、6分間歩行、あと EQ、これに関しても、改善見られていて、特に NYHA だったり KCCQ というのは優位に、改善が見られているというふうな結果になっていました。まとめになります。パスカルデバイスによる、H2H リペアは、治療困難な解剖学的構造を持つ僧帽弁に対しても、90%を超える高い成功率を示していて、それによって6ヶ月後の MR の改善だったり、あるいは心不全症状の改善にもつながっています。合併症に関しては、どれに関しても1%と低い結果で、一番大きいものとしてはやっぱり出血っていうところがあって、要因としては腎不全だったり、肺高血圧、心房細動などの変存疾患の有病率が高いことが可能性として考えられるというところが挙げられていました。とは、やっぱり抗凝固療法だったり、抗血小板療法が使用されている症例が、より重症の出血に至っているというふうな結果もありました。このデバイスを使った後は、抗血小板薬とか抗凝固療法のある一定期間の適用っていうのは特にはないんですか？基本的にはクリップと一緒だと思うので、そこ明記されてないんですけど、絶対、心房細動とか併存してるとあれですけど、そうじゃない限りは、デバイ必ス要自ない。体では、特には必要ないってうん、いこらとでないと。で、デバイス自体に関して言うと、今回治療困難な症例が、対象集団になってましたけど、SLDA の発生率は2人と低くって、
で、まあ、デバイスの側線だったり、便箋の線香も見られないというところの安全性も示されました。ごめん、SLDA ってなんだっけ？ですね、便箋の挟んでる、まあ、光線と前線挟むじゃないですか。その片方が外れてしまうやつです。すいません。で、まあ、13%の症例で、便孔面積4未満だったんですけど、最初の6ヶ月時点での平均の民のグラディエントが5未満っていうところで、まあ、便孔面積が小さい症例でも、このパスカルシステムを用いて治療、ジトゥエッジリペアが今後できるという可能性も示唆しています。結論です。パスカルデバイスを用いた、ジトゥエッジリペアは、まあ、通常適してないというふうに考えられている解剖学的に複雑な DMR の症例に関しても MR の減少と症状の改善を得られました。今回の結果でパスカルによる、ジトゥエッジリペアは、まあ、手術リスクが高い DMR 症例において有用である可能性が示唆されます。以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、途中スライド。今日はパスカルという、まあ、マイトラクリップとは違う、僧帽弁のクリップのデバイスを用いて、一次性の MR ですね。DMR、ディジェネレイティッド MR ですかね。に、ディの、ジェネレーティブ M。うん、そうですね。のうちで、まあ、クリップがあんまり向かないような症例を選んで、これ、前向き、なんですかね、に前一向き応、のはい、プロスペクティブで。登録はい。観察研究ということでしたけれども、まあ、かなり、安全に、そして効果的に、できたというようなことだったと思いますけれども、そもそも結果もう一度見せてもらっていいですか？その症状がどれだけ改善したのかという。症状。あ、それですかね。これ KCCQ だから、これは QOL の話ですよそうね。ですね。まあ、これは良かったんだけど、6分間歩行とか。そこまでなんか差がつかなかったけど、まあ一応よくはなってますっていまあ、う。有意差はないので、まあ、あまり変わそらなかったということなわけですかね。まあ、とはいえ、NIHA はかなり、良くなってます。良くはなっているということですかね。死亡率はどうだったんでしたっけ？死亡率は、全死亡で、まあ、6ヶ月で94%とかなんで、まあ、6%ぐらい。そうですね。これはどうですか？かなり良いんですまあ、ね。良いかなとは思いますけど、何もしない人と比べるって形にはなると思うの何もしで。ないと、こういう、まあ、シビアな MR の人って6ヶ月でどのくらい亡くなっちゃうんですか？どれくらいですかね。あまり確かに。ただ、こう前にあった、そのバックグラウンドで出した STS レジストリーとかだと1年死亡が20%とかだったんで、と考えると、あれも結構その、便箋の正常が良くない症これ見例せてなもんらっで、ていいですか？でもあれっていうのも介入はしたんだよね。あれクリップですね。でもそれでなんでそんなに高いんだろう。これね、一応そうですね、1年っていうと6ころにヶはなる。月時時点点だで見と、ると、まあ、15%ぐらいだから結構ハイレーそうトですだと思ね。うんですけど、この人たちと今回の症例っていうのは？でもこっちも DMR、まあ、プラスファンクショナルも入ってはいるっていうところもあるのか、あとはまあ5年経ってきてて、さ、多少技術の進歩があるのか、いや、だとしても、ものす結ご構差い、がありますよもね。のすごく改善してる気がするんだけど、なんかこれとの大きな差っていうのはどこから来るのかなっていうのは、ちょっとまあ、疑問なところではありますけれど そも、うですね。ちょっともう一回見直してみままあ、パスカルというシステムは、マイトラクリップと比べても、まあ、遜色ないということなので、まあ、す。そう今です。後、使い分けっていうのはあるんですかね。なんか、あまりそのまだ細かいことは公に、そのクリップとの違いは私も気になったんですけど、まだちょっと企業秘密なところがまあまああるみたいなので。まあ、日と本はいにえ、前線と後線を、まあ、エッジをつまむっていう、システそうムですね。においては同じってことです同ね。じ、ちょっと形状が違うっていうところぐらい。なんかそのデバイスの太さとか、その操作のしやすさとかっていうのは何か違いはありますか？太さは多分ちょっとこっちの方がまあ、なんとなくですけど太いのかなっていうの、形はちょっと違うらしくって、クリップは V の字で挟むって感じなのに対して、少し W みたいな感じに
そうだね。これまた、なってなんる。かこう、かなり大きく見えるけど、見えますよね。から来てますね。複雑形態の場合っていうのは、実臨床では介入してないんですかと。まあ、今回のその、スタディみたいなものじゃなくて、一般的にってことですか？まあ、オペがもうちょっと厳しいよっていうことで、そういう症例で複雑形態の DMR の人っていうのはもうしょうがないねという保存的過量で見られている場合が多いんですかということですが。日常の、まあ、日常的にっていうところだと、全く、まあ、やっぱり向かないねっていう前提はありますけど、どうしようもない場合に、何とかしに行こうとすることもあります。ただ、やっぱりクレフトがとかだと、ちょっとあまり手をつけづらいので、もうそこは多分行かないかなと思います。便工面積が3台とかはやります。なるほど。でもまあ、3こういう。切るとちょっとさすがに。なるほどね。だ STS コアにはそれは加味されてないわけですもんね。そうそう、ですだからね。単純な手術リスク、手術機のリスクっていうだけでは測れないということはありまそうす。ですね。あくまで便潜の正常を見ても、切開がゴリゴリの人にはやっぱりやれないですし、便工面積から、まあ、やっぱりその後 MS 作ってしまうような症例だったら、ちょっとどうしても、もう撤退せざるを得ないこともあるかなと思います。今回の、このパスカルのトライアルというか、のレジストリーでも漏れちゃうような、もうどうしようもないというか、何もできない人たちっていうのはどういう人たちですか？今回そこまで記載はなかったんですけど、まあ、この症例が、ここら辺が入ってるので、つまり今回の除外基準って何でしたっけ？除外はですね、ほとんどしてない。そうですね、除外基準っていうところだと、ちょっと待ってください。むしろ除外基準はこっちなんですよね。他の、なんていうんですか、総合弁云々とかじゃなくて、他の、なんていうんですかね、併存してるものっていうところが除外基準に入っていなるて、ほど。便の形態自体で除外されているものは基本的にはそうなですかった。ね、あとはもう EF と、まあ、差出が大きすぎる症例はもちろん除外されてますけれども、サスが大きすぎるとなんで除外になっちゃうんですか？まあ、なかなか治療してもっていう、感じなんだ。まあ、あそりれます。に伴ってですね、高田先生から複雑形態に適用できる、まあ、治療適用になってて、なったのは、この W の構造のおかげなんですかっていう質問ですけれども、マイトラクリップで対応できないものに対して、このデバイスで対応できるっていうイメージがいまいち湧かないんですがということですが、もう今回はたまたまこのデバイスを使ったっあ、ていうだけで、マイそトラこクはリッまだ、プができないからっていうことでもないんですよね。ってわけじゃないです。別に、それで、ダメでクリップに行った症例もいるので、別にクリップがダメだからこそうれっでてすわね。けじゃなくって、今回はあくまでこのデバイスを使った報告っていうだけです。このデバイスっていうのは、まあ、そういう複雑な DMR に関してやりやすいっていうわけでも特にはない。そ頑張っこてはやってみ私ましたって感じなの。もわかんないところなんですけど、ただまあ、過去の報告とかでなんか特別有意差が何もついてないので、まあ、症例選んでるのもあるかもしれないですけど、別にマイトラクリップだからどこまで適してるとか、パスカルだからどうだとかっていうところは特にないかと思ないさます。そうなんですよね。そこは多分どっちも一緒なんだと思います。はい、わかりました。まあ、今回ですね、まあ、今まではちょっとあんまり手出さない方がいいね、向いてないねっていうものにも、やってみたところ、意外に悪くなかったぞということで、こういった症例にも、まあ、どうしてもであれば、まあ、オペがちょっと厳しいということであれば、まあ、治療のオプションの一つになりうるというような、まあ、そういうご報告だったかというふうに思います。最後に、吉田先生から何か今後の展望も含めてメッセージありますか？まあ、ちょっとパスカルっていうのはまだまだあれだと思うんですけど、どこまでそのいけるかっていうところは、まあ、やっぱりチャレンジしていかないといけない症例もあると思うので、そこの見極め、まあ、今回結構いい成功率ですけど、それでもやっぱりできない症例っていうのもあくまであるので、そこら辺の見極めを、まあ、経験積んでやっていきたいなと思います。ありがとうございました。まあ、ちょっと患者さんの背景とかっていうのも、また先行研究とは違うところもあるので、まあ、今後、
比較も含めたですね、患者さんの治療成績っていうのも、次々出てくるんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。